はい、同人生活です。ということで、今回もガチャガチャレンジの方をやっていきたいと思います。で、今回はこちらの商品をね、紹介させていただきたいと思いますよ。ん?なんだこれは?ん?みたいな感じですけど、はい。これはね、すごい、ちょっと前からね、いつぐらいだろうな。だいたい、何ヶ月かぐらい前に話題がツイッターで上がってて、それでね、ちょっと欲しかったのついに見つけたみたいな感じでしょうかね。はい、ということで、僕らもみんな生きている。実はね、剥製とかはもう死んで、それを、飾ってあると思ったら実は生きていたっていうシチュエーションのやつですね。首に壁がついたまま移動、レンガの壁を壊す用のハンマー、生きていたドールシープのハンティングトロフィー、生きていた白熊の絨毯、ご主人様の愛読書を勝手に読む、生きていた虎の絨毯、ご主人様のおやつを食べてしまうご主人様が読んでいる本、生きていた鳩時計 B、 3時のティータイムを欠かさない、生きていた鳩時計 A、ご主人宅の娘さんの服や靴を勝手に着こなす迷惑やね。で、生きていた鹿のハンティングトロフィー、罪悪感ゼロのスマスター表情、ご主人様の部屋の壁を壊すためのハンマー。まあね、実は生きていたっていうことなんですけど、はい。とある豪邸に飾られている鹿の頭を剥製にしたハンティングトロフィー、床には虎の絨毯、かつては大地をかけていた動物たちも今はひっそりと部屋に飾られるインテリアの一つになっていました。家主は愛聴版のレコードをかけながら就寝前のワインを楽しむと、部屋の明かりを消し寝室で、部屋にはひとときの暗闇と静寂が訪れたかに思われた。なな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 んと装飾品であるはずの鹿や虎がもぞもぞと動き始めたではありませんか。そう、彼らは生きていたのです。装飾品として飾られることに飽きた動物たちが今大自然を求めて動き始めました、ということで、いやー、もうおかしいよね体がさ、人間っぽいならさ、まだしもめっちゃもう鹿なのになんかもう二足歩行しちゃってるあたりがね。はい、ということで、これはバンダイです。今回はこれだ。もうね、大体分かってたと思いますが、虎柄ということで、ご主人様のおやつを勝手に食べちゃう虎の絨毯。よし、じゃあ作っていこう。いやー、これはね、めっちゃ鹿とね、なんだっけ、ドールシープ、羊の頭の剥製のやつがね、もうインパクト強すぎてちょっと欲しかったけど、まあね、そう すぐにはポロッとは出てくれないみたいな感じなんですけど、虎のこの絨毯もまたね、面白みがあっていいんじゃないかなと思いますけど、尻尾か。でもさ、絨毯って尻尾ついてる?この一枚皮をそのまま絨毯にしたやつって尻尾ついてるイメージがないんだけどな。本は、何も書いてないね。真っ白け。一体何を読んでるのかっていう話ですけど、はい、じゃあ作っていこう。で、多分尻尾はあんまり向きとか関係ないのかな?多分、ぽく、どうはめてもぽくなるんでしょうね。で、虎の頭。よいしょ。案外可愛い顔してんな。案外可愛い顔してるな。で、腕はどうなってんだ、これ。これが、こうか。多分、こうなるんだね。こうか。これで、顔、あー、マジ、だる、みたいな感じにして、
で、さらに、ここをこうして、これさ、もう本を最初からホールディングさせちゃってもよかったんじゃないの？はい、ということで。こういうことか。顔の向き的に読んでないけどね。完全に読んでないけど、読んでないでしょみたいな感じなんですけど、こんな感じだね。ちょっと本が別口なんで、なかなかうまく立ってくれないってところはあるんですけど、だいたいこんな感じ。あっと、危ない。ちょっとズームとかできるのかな。すごいぐねったな。こういうこと？こういうことですか？はい。なんかね、こういう感じらしいですよ、トラさんは。すごいね。なんとも言えない、この、なんか、なんだろう、安入感が出てるっていうのか、なんというか。はい。ということで、今回はこちらでした。バンダイナムコさんから出ている、僕らもみんな生きているから、ご主人様のね、お菓子を勝手に食べちゃう、生きていた虎の絨毯ということで。はい。こいつです。皆さんもね、ぜひ興味があったら買ってみるのもいいんじゃないかと思います。それではまた。バイバイ。